カザフスタン、アルマトイで、日本時間10月27日から競技がスタートする、チャレンジャーシリーズ、デニス10メモリアル2022。デニスさんを、生涯の友と呼ぶ高橋大輔選手と村元哉中選手のカナダイカップルは、最終滑走でデニスさんに思いを届けるようです。カナダイにとって、今シーズン初戦となったスケートアメリカでは、点数が伸びなかったものの、駆けつけた多くの方々がその素晴らしい演技を大絶賛。二人の演技の虜となる人々も続出し、エキシビションで再び会場を沸かせるも、すぐに空港へ移動しカザフスタンへ。数日後に開催されるデニス10メモリアルに出場することとなっており、このエントリーが発表された際は、ファンの方々から称賛や喜びの声とともに、連戦になることや移動による疲れを心配する声も上がっていました。それでも、二人がこの大会に出場する理由が、カザフスタンに、フィギュアスケート初のオリンピック銅メダルをもたらした英雄であるデニス・テンさんは、2018年7月に強盗に襲われ、25歳という若さで他界。その人懐っこい性格と魅力的な演技で、世界中のスケーターやファンの方々から、未だに愛されています。そんなデニスさんを、生涯の友と呼んでいるのが、高橋選手。数々の大会で共に競った仲でもありますが、その舞台裏では、まるで幼馴染のように接していた二人。特に、アイスショーで見せた極上のステップバトルは、見る人々を虜にして離しませんでした。そんなデニスさんの突然の訃報を聞き、自身の SNS に二人で撮った数々の写真とともに、コメントを投稿していた高橋選手。本当言葉が見つからない。誰にでも優しかった人がどうして、信じられない、と苦しい胸の内と、デニスさんの冥福を祈っていました。また、デニスさんの一周忌には、直後にアイスショー出演が控えるという今回と同様、タイトなスケジュールながらもカザフスタンに飛び、慰問に訪れた高橋選手。この行動に、多くの方々が胸を打たれ、高橋選手のデニスさんに対する、気持ちの深さが忍ばれていました。さらに、高橋選手が一度、競技の世界から引退した際には、彼はこのスポーツに戻ってくる、と宣言する動画をデニスさんが投稿しており、デニスさんが亡くなる数日前に高橋選手が復帰を発表した際には、デニスさんがこれを再投稿し、大きな話題となっていました。そんな熱い思いでつながる、高橋選手とデニスさん。スケートアメリカの演技後、直後の大会に出場する理由を聞かれたカナダイの二人は、それは、この大会がデニス10メモリアルだからです。彼、デニスとまた競いたいんです、とその思いを語ってくれていました。そんなカナダイの二人は、スタッフの方々から歓迎を受け、日本時間25日早朝にカザフスタンに到着。27日21時半から始まるアイスダンスのリズムダンスに最終滑走として登場し、思いを届ける予定となっています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。